石丸安代石丸安代明治35年は、江戸時代末期から明治時代にかけての佐賀藩士、管理、政治家。通称はトラゴロウ。後部省の初代電信頭として、東京長崎間の電信開通を担当した。鉄道の井上勝、郵便の前島密か、電話の石井大明と並ぶ、帝心四天皇の一人。佐賀郡本城村に生まれ、20歳の時に、 幕府の海軍伝習所で学ぶ。半随一の英語の達人で貿易などでの藩の英語通訳として長崎に赴任した。また、長崎の外国人居留地で情報収集も担当。文久三年の下関戦争、撮影戦争では、英字新聞からも情勢を読み取って戦闘の様子や損害について正確な報告を送り続けた。なお、この時期は、 上位運動が盛んであったため石丸は過激派からマークされており、情報漏洩の疑いで長崎奉行所に告発されたこともある。慶応元年、同僚の佐賀藩士、真渡八郎と共に、信仰のあったグラバーの手引きで貨物院船チャンティクリーヤ号に乗り込み、イギリスに密航する。当時密航は死罪であり藩は失踪した二人の捜索を行ったがほどなく打ち切った。 なお、後にグラバーは、鍋島直政公に頼まれて二人を英国に送ったと証言している。また、この密航には、広島藩士、野村文夫も加わっている。イギリスでは、グラバーの実家があるアバディーンに登留し、英語や数学のほか、造船や電信など最先端の技術を学んでいった。さらに2年後の1867年に、パリ万国博覧会が開催されると、 佐賀藩の代表として投してきた佐野城民らと合流し、これを助けた。帰国後は明治政府に入り、工部省の初代電信頭となった。この際、電線の仮設に必要な外資を粗悪なイギリスからの輸入品から国産に変えるため、有田の深川栄左衛門に磁気外資の製造を依頼、国産化に成功した。さらに、破天荒の大事業とも呼ばれた東京。 長崎間の電信仮設を推進し、情報インフラの整備に努めた。その後は、大阪造兵局長や、元老院議員などを務めたほか、私塾を開いて、更新の育成に努めた。高取一行、ざ林三郎、中野初子らは、石丸の文下生である。ありがとうございます。